プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。この生活の虜になった夢で光を失ったお下がりの目的を少し襟まとって救われたあの日から救いが義務になるなんてまるでフィクショントレパネーション受けた気分になってんだ明日の特殊に乗られてあと一度の光に会うためこの部屋でずっと忘れた何かを待つ囚人出されたものは何でも残さず平らげて行くお先なし人誰よりも無個性だった進めば都に帰るかまた何度も何度も走ってて挙句の果て食べる行為がそれ自体が苦手になったほんろうが狂い始め
くしゃ